保育所の横でヨーグルトをお配りしています。どうぞ取りに来てください。グランドダンスのコンサートが行われます。いつも歌声を届けに来てくださいました。ぜひお互い様センターまでお越しください。いつもいただいてどうですか？お味美味しいですか？美味しいですこれ。いや私これ初めて食べたの。今まで別なの食べてたから、うんうん、これ本当うまいよね。ねえ、うんうん、食べとろりとしてた、うんうん、美味しいですこれ、うん、ありがたいですよ。味の食品っていうところなんですけども、うん、あのいろいろ見たらあのストレス性の睡眠障害にこの乳酸菌の効果があるんだそうです、うん、それでその人たちにいいんじゃないかってことでそれで寄付してもらって、うん、で継続して食べてもらうようにってだよ、ね、美味しいもん。2週間分4回に分けて送ってくれてます、うん、はい、どうぞ。毎回何個ぐらい送られてくれるんですか？ね、多いよね、うん、300何十件分を6個だから368 1800、2000近く来るのかな。毎回それ4回続けてきてくれる、うん、波岡です。波岡さん、はい、どういった字書くんですか？ね、三世に良いという字書いて、波富岡の岡です。何名の方、富岡の方波岡は青森なんですよ。そうなんですか。うちの旦那さんが青森なもんで、札幌ビールの支店長で4年間やってたんですよ、はいはいはい、11年から15年まで、はい、で大変お世話になったんで、はいはい、今ここに出向して3年かかってこのヨーグルトを開発して作ったんですね、はい、であのなんか皆さんにお世話になったところなんで何かできることないかなと思いましてですね、皆さんに、まあ、少しでもヨーグルトは体にいいですからぜひということでですねあのお持ちしてる次第です、はい、いやなんかね驚いたんですよ本当に。あのお邪魔してね何も変わってないっていうかね、まだこうなんだっていうのはすごく思って、なんかできないかなと思って、ちょっとあの家内の実家も郡山なんですよ。ということでございましてですね、非常に思い出があって、4年間本当に皆さんにお世話になったんで、当時ね、富岡の方々とか、あの富岡で、リフレ富岡って建物でね、あそこでこういろんなイベントがありましてですね、そこで、札幌、ビールでねやったりワインもやってくれたりいつもそこでご挨拶したりしたんですよ。ジャズやったりとかね、早く皆さんね本当にね元気に先が見えるといいなって本当に思ってますんで頑張ってください。